ずひずひず転ばしごまみそずひはよーし。はい、おはようございます。さあ、昨日の夜ね、ちょっと僕はひどいめまいがして、で、目がぐるぐるぐるーっと回ってね、ちょっと大変でした。はい、ここで昨日はもう酒一滴も飲まずに早寝して、そうで、今朝起きてまだめまいが残って頭がクラクラするようだったら耳鼻科に行こうと思って、そういうまあ心構えで寝たんですけど、朝起きたらめまいはなくなってて、で、頭はなんかまあまだ寝たいなみたいな、そのクラクラするというよりはいつもの寝起きな感じ、ああまだ寝ときたいなみたいな、頭ボーっとするな、重いなみたいな、そんな感じだったんですよ。だから一応仕事には来たんですけど、三半期間がおかしくなったんかなと思ってね、そう、まあ、今日ちょっと様子見ながらね、ぼちぼち働こうと思うんですけど、まあ、無理せず働こうと思います。休むのは簡単じゃけどね、でも簡単には休めないっていうね、生活があるのでね、そう、そういうことなんです。はい、で、今日朝一はね、三好の方へ向かいます。あ、これは三好の巴橋じゃないですよ、はい、広島市安佐南区と、広島市東区の、まあ、境目あたりにある秋尾橋ですね。三好の巴橋ではありません。さっきですね、会社出る前にナビセットしたら到着予定が9時13分って出たんですよ、三好。そう、それで、と思って、時間指定9時なんですよ。で、まだ会社出たのが今日ちょっと遅かったんで7時20分ぐらいに出たんかな。いやいや、どう考えても8時半に過ぎには着く時間帯なのに、なんでと思って、そう、そしたらよく見たらナビの設定が高速道路、有料道路を使用しないっていう設定のままになっててね、そう、ああと思って、下道のルートでからね検索されてて、まあこれたまにやることなんですけども、そう、びっくりしたよ、ほんと焦った、間に合わんじゃんと思って正規でっていうか高速道路を利用するルートで設定したら8時36分到着予定になってました。はい、まあ一応20分ぐらいは余裕持って走れますんで、さらにその向こうをトラックが車が走り寄るんで、ちょっと不思議な感覚になるんですよね。さあ、今日は、前回同じとこ行った時はね、遠野川でコーヒー買ったんですけど、今日はその1個手前、本郷でコーヒー買おうかなと思います。多分霧も今日は出てないんじゃないかな。やっぱり霧がかってますね。霧すごいわ、やっぱり、晴れとか曇りとか関係なしに、やっぱこの朝、気温差でなんか霧って発生するんでしょ。この間三好の霧の海を見る会みたいな、なんか特集をされてましたけど、
霧の海が見れる場合もありますってね、言われてましたけどね。ここまだ全然三好の方じゃないんですよ、言うてみたらどの辺じゃろ、ここは広島北インターの手前の方か。北インターはもう過ぎたか。千代田インターの手前ですね、もう広島北は遠の昔に過ぎとった北広島町の辺りを走ってます今。そうそうごめんなさい。やっぱこの辺りから霧が発生し始めて、高田インターの方とかね、三好にかけて霧に包まれた感じになります。こんな感じのこじんまりとしたパーキングエリアです。乗用車何台ぐらい止めれるのかな、3、40台止めれるのかな。そんな感じのとこです。もうほぼほぼ郷の川と同じようなサイズ感ですよね。虫の音が、すごい、半夜ラーメンだって。800円、辛そうやね。本郷パーキングエリアよ。よし、昨日の真っ黒結界のカンカンを捨てさせてもらいましょう。コーヒーほど買って行きましょうって。あ、うまそうじゃねこれ。何これ、めっちゃうまそうじゃん。甘いの飲もう、甘いの。何これ、ミルクコーヒー。これゴーヒロミ。あ、これ安いじゃん。ちょっと割安なコーヒーがあった。ちっちゃいんやろ、でも。180。いや、ちっちゃいわ。やっぱこっちにしようか。あー、俺これ好きなのにな。売り切れてる。すごい、いっぱいあるね、いろんなコーヒーが。危ない。100円玉が、裏に入るとこだった。よいしょ。国道のコーラとかもあるし、これにします。ズヒズヒズコロバシゴマミソズヒハチャツボに追われてドピンシャン抜けたらどんどこしょハ。はい、ダンプに戻ってきました。暑いね、ほんと。まあさっきも言ったけどさ、なかなか休むのは簡単よ。でも、ね、会社の状況っていうか、忙しいですから、今すごく。で、まあ体調もね、めまいはなくなったし、そう、一晩寝て、めまいもなくなったし、そう、そんな頭痛がするわけでもないしね。そう。
よほどのことがない限りやっぱ仕事って休めれんよね。うん。うまい。さあ、じゃあ行きましょうかね。現場へ向けて出発。到着予定が8時53分になってしまった。よし、まあいい感じですわ。はい、はい。おお、あと5年有効期限があるんだね。よっしゃ。まあ今日も暑くなりそうです、本当に。うん、で今から三好の現場行ってコンテナ入れ替えて、まあ大きな工場の中なんで、ちょっと速度規制も厳しいし、うん、何かと厳しいですけども、はい、しっかり働いていきたいと思います。晩酌動画もちょっと当分の間お休みかな。酒はね、ちょっと控えた方がいいかなって今は思ってます。体調が万全になるまではね、お酒は控えようかなと、うん、そんなしこたま飲んどったわけでもないんだけどね、まあ1日1本は飲みよったんで、まあお酒もちょっと控えろっていうことなんかなって思ったりしてますが、うん、まあ晩酌動画別にお酒じゃなくてもねコーラとかでやってもいいしね、そうそう、まあそんな感じです。はい、じゃあ、現場行ってまたそれを広島、今度広島市内の工場へ、スクラップ屋さんへ運ぶんでね、1時間20分ぐらいかけて運びます。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。皆様も体調には十分お気をつけください。また明日。